Alternative Radio. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第133回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今週ね、あのね、まあ、実は1ヶ月前ぐらいに、地元帰ったんですよ1回。あ、マジで？あ、全然知らなかった。墓参り行ってきたの。あ、そうなんだ。ちょっと遅めのね。ありましたね、単独のちょっと前。ちょっと前に、はい、そう、墓参り行ってきたんだけど、でその時に、俺の幼馴染のね、先輩が、その地元で店出してたの、居酒屋、で俺全然さ、携帯とかもさ、しょっちゅう変わったり止まったりとかしてさ、地元の人連絡がなかなか取れなくなっちゃってたから、まあ、仲いいよっちゃんって友達がいいんだけどね。はいはいはい、で、そのよっちゃんくらいしか取れなかったから、そしたらそのよっちゃんが、知ってるっつって、まあ、翔くんって言われて、翔くん知ってる、つって、ヒロちゃんが店出したんだっつって。で、居酒屋建ててて、自分の店を。で、行ったらさ、その、まあ、俺の地元はその朝日っていうね、千葉県の田舎の方なんだけど、シャリキンホッピーとか置いてあるんだよ。凍ってる、焼酎、それって珍しいの置いてあるの？いや、田舎にはないね、まず。ええー。シャリキンなんて、やっぱ東京にしかないよ。ええー。だから、凍らし、焼酎自体を凍らしてるやつね。はんはんはん。だから、氷の代わりにもなるみたいな。そこにホッピーを注いで飲むみたいなシャリキンって言うんだけど。はいはい、とか、バイスサワーとかさ。そういうのが置いてあって。で、こんな田舎だって珍しいねってさ、その居酒屋行って話したらさ、その同級生がさ、いや、東京行って、俺いろいろ研究してんだよと。東京の店をね、でそれでこっちでやってんだよと、はいはい、で今度東京行くから翔くん一緒に飲みに行こうよって言われて、でそれで今週かかってきてた電話が、で下北で飲んでるっつって、はいはいはい、で下北はなんて店っつって、店の名前忘れちゃったんだけど、分かったら行くわっつって、その店探してったら、そこがキャバクラだったの。っていうのもね、だもう俺が合流する前に、もうそういう大衆居酒屋みたいな研究はもう終わってて。終わってて。終わってて。で、あとは東京の夜をね、楽しみたいっつって、キャバクラに行ってたのよ。はい、で、俺もそこでさ、そもそも下北にキャバクラのイメージないな。ないね、あるんだ。で、なんか、まあ、入ってって、席ついて、で、そしたらさ、女の子のね、レベルがね、下北高いんですよ。ああ、そうなんだ。そう。あのね、若い子が揃ってて、まあ多分ね、大学とかがあの辺あんのかな、結構。下北とか、あの、小田急線。ああ、まあ小田急沿いはいっぱいあるね。そう。で、結構その、なんで下北でキャバクラやってんのって聞いたら、みんな言ってたのが、なんかこう下北に買い物とか来て、それでスカウトされて、そのままここで働いてるみたいな。まあスカウトで。そうそう。だから街で可愛い子声かけてるわけよ。それはさ、いいの、その、奥さんいるけど、キャバクラ行くっていうのは。いや、キャバクラぐらいはね。ちょっと今、恋にならない声みたいな、出てたけど。声、既婚者の永井さんの方見て、助けを求める。永井さん行きますよね、みたいな。いや、だって、俺は別にさ、ね、やましいこと何一つしてないよ。もちろん、その、同級生が東京に来ててって事情はあるけど。で、女の子つかなくていいっつったし、俺。俺んとこには。それもキモくない？え？それもキモくない？いいよ。久々に東京で一緒に飲もう。キャバクラ行こうぜって。俺は女の子付き合わなくていいから。違う違う、そうじゃん。そんな、いや、俺はいいとかじゃなくて、いや、俺じゃなくてさ、つって。そう、うまい具合に。俺の隣に来る予定だった子を、その先、要は幼馴染の方ね。ヒロちゃんの横行ってあげてよ、みたいな感じよ。そしたら向こうの方に女の子つくじゃない。一人多くさ。そういう感じやるに決まってるじゃん。言わせんじゃないよ、本当に。まあ、本当にやましいことはしてないんですよ。実際、リアルにね。いや、まあ、そうなんでしょうけど。で、それで、興味すごい湧いて、可愛い子が多いから。なんだ、これ、下北のキャバクラって。こんな感じなのって。まあ、俺、いろいろ行ったことあるから、新宿も、さ、まあ、六本木とかもさ、そういう飲み屋ね、キャバクラに行ったことがあったから。連れてってもらってね。なんか、全然、その、新宿の高級店とかにいてもおかしくないような子がいて。で、まあ、さらにさ、先輩とかが、
ものすごい伸ばしてたの。もうやっぱ田舎者だから。ああ。幼なじみ先輩、ひろちゃんとかもね。まあ、せっかく東京来たし。せっかく東京来たしっていうので、うん、もうガンガン飲んでよ、みたいな。はいはい。で、女の子がさ、うん、もういいですかとか言ったらもう、どうぞどうぞ、つって。うん、もう最終的にはもうグラスに飲み物なくなってたらもう、うん、もうなんやねえじゃねえか、飲めん、みたいな。うん、いや大丈夫かこの東京でこんなにカラオケバーに来てたお客さんみたいな。いやでもカラオケバーのやつはさ、うん、あれ別にカラオケバーのやつっていや違う違うカラオケバーの酒場って意味ねごめんさやつというにあのお客さんという意味じゃなくカラオケバーの酒でお前ら飲めっていうのは、うん、あれは別にそんなに高くない、うん、一杯いくらでやってるわけじゃないからお客さんのピッチャーからもらったやつだ、はいはい、でもあのキャバクラはさ、うん、そうじゃないからさ一杯ごとにだからキャバクラのシステムってなるほど、ね、これとんでもない金額になるぞと思って、うん、まあその時、3人いたのよ、うんうん、で後から俺が入って4人になったんだけど、うん、そう、男4人ねだから男4人だから女の子も4人ついてるわけ、うん、はいはい、でガンガン飲ましてるわけ、うん、これ10はこれいくだろうと、うん、でしかも俺が合流する前延長とかもしてんのあ、もう、もう1セット延長してたから2時間半ぐらい飲んでて、うん、でそれで会計が6万ぐらいだった、うん、いや超明朗会計じゃんこれね分からない方いると思うんですけどあんま俺もピンとこないそうこれね夜の世界の人間からしたら、うん、ハイパー明朗会計ですよあそうなもう一切ぶったくりなし、うん、むしろ多分ちょっと安いんじゃないっていう女の子といっぱいこんなにいっぱい飲んでて、うんうん、で最後帰り際にね、うん先輩とかが普通に気に入った子にね、うん、ちょっと連絡先教えてよとかって、はいはい、いいよいいよもういいんかいつって、うん、もうみんな全員もう連絡先ゲットしてさ、うん、でなんか普通に帰り際さ、うん、あの今日ありがとうとか言ったらさ大体キャバクラなんて返事来ないじゃないですかわかんない、まあ、来ないとか多いんだけど、うん、すぐにありがとうみたいな返事やっぱりみんなそういう学生とかが多いから、うん、っていうのでもう満足してね、うん、それで先輩たち帰ってったんだけど、うんだからこれ新たな一つの発見だなと思って、うん、これ教養バラエティーなんで皆さんご視聴ありがとうございます。そこから学びました。元ね、もうはい、案内所店員 が学んだことは、うん、下北のキャバクラは穴場だ、うん、あなるほどね。素晴らしいです。安くて可愛い。安くて可愛い。だからキャバクラ遊びしてる方はね、うん、一回ちょっと下北沢行ってもらいたいなって思うね。ああ、なるほどね、うん。これはでも非常に、今までで一番教養っぽい教養っぽくないかな情報性はあるよ ね。そうそうそう。それ知らなかったもん、ま、全くイメージないから下北沢にキャバクラの あったのそこすらもね、うんうん、知らなかったからね、だからびっくりしましたけどね今度もし、うん、だから、うん、今度ね永井さん一緒にじゃあね二人でちっせえ声で話すな既婚者二人が本当に俺とかついてないから言うのは言うほど疑われる空気階段の踊り場改めましてこんばんは空気階段の水川かたまりです鈴木もぐらですまあというわけでねもう来週行きますかキャバクラにみんなでキャバクラにいや、だってなんか下北沢の、うん、いいよ、俺は行きたくないんだから。なんで行きたくないの興味がねえよ。何キャバクラに。キャバクラを何だと思ってんのあなた。いや、だから女の子と喋ってお酒を飲むところでしょだから、まあ、言っちゃえばそうなんだけど。でも別にそういう。それ以下でもないよ。そういうなんかさ、ちょっとエロみたいな感じで見てないエロみたいなっていう感じじゃないけど、そのなんだろう。エロみたいな。行ってみたいなって気持ちあるんですけれども、だってなんかその、あれでしょ大学生とかでしょそれだったらもっとなんか赤坂とかのさ、本気のやつに行ってみたいよ。本当になんかその和服とか着てるような。クラブってことクラブみたいな。で、クラブはだってさ、もう、クラブで外れなんてあるわけないじゃん。そんな店に変な子いるわけないじゃんって。しかもお前体験したことないんだから。若い子が多いのに。なんでその行ったことないのにさ、そのなんかダメみたい決めつけんのそういう癖ありますよ、あなた。いや、あんた初心者ビギナーなんだからさ。なんでそんなビギナーがさ、ハイクオリティなさ、そんな手だればっか集まるような店行って何が分かんのよ。手だれの凄さを知りたいじゃん、その本当に。いや、だから手だれの凄さ測れないっつうの、あんたじゃ。もう、お子ちゃまなんだから。デコピンで吹っ飛ばされて終わりよ。
いや、でも、それ、手だれは本当にそんな。手だれ、ああいう店はね、やっぱりちゃんと応酬。お客さんも手だれ。女の子も手だれ。あなたはさ、もうさ、相手にされても、もうピンとデコピン一発だと吹っ飛んじゃうんだから、そんなのも、応酬も何もないんだから、どんだけすごいのかっていうのが分かんないじゃん。行ったことないんだから。分かるよ、その肌感で。分かる分かる。経験ないんだから。わか、あマジか。人生経験足りないよ。まあまあ、下北沢に行くの。じゃあ一人で行くじゃん。そんなん言うんだったらもう一人で行ってもらえます。なんで一人で行くんだ。一人だって行かねえよ。絶対に行かねえよ。いや、だって文句ばっかり言うから。行くわけねえだろ。文句ばっかり言うから。なんで俺が一人でカバクラ行かなきゃいけねえんだよ。いや、それも人生経験を作らないといけないからよ。なん、あ、行きたくないよ。甘えてんすよ、あなたは。それだったら来てよ。だって最初からさって言いなよ。俺がさ、みんなで行こうって言ってんだから。そこに行く意味がわかんないんだよ。下北沢の。だ穴場だっつってたから。で、穴場だってことは分かってんだったらもう、穴場だったで終わりでいいじゃん。だ俺が言ってんだからもう、お前向きだよって、ビギナー向きですよって俺が言ってんだからさ。そもそもは、別にキャバクラに行きたくない人間なんです。お前経験してねえんだから、キャバクラ行きたくないも分かんないじゃん。で、それ一回行って行きたくないって言ったら分かるよ。先が飲む場に俺基本的に行きたくないんで知らない人が先狭いよ、生きてる範囲がもう。本当に。ママに決められたテリトリーでしかあなた生活してないからもう。いいんだよ俺、自分が楽しいテリトリーだけで生きていれば。本当にそれが楽しいのかってことですよ。もっと楽しいこといっぱいあるの、外には。うるせえんだよ。パチンコ行ってるくせに。行ってないよ俺、パチンコなんて。ふざけんなよ。行ってないパチンコなんて。何言ってんすか、本当に。だから。水曜日のダウンタウンで、隠し撮りされてて、高橋さんから電話かかって、お前な、借金あるくせにパチンコとか行きやがったやつ、まあまあまあそうですけど、つって。そうですか、パチンコ行ってたじゃないか。そうですけど、なんて言ってない。まあまあまあ、いや、それは、行ってないんですよって言ったところカットされて、まあまあまあ、みたいになっちゃってたけど。さっき、ジングル打った後に、パチンコ、本当は1円パチンコ行ってるっつって。行ってないから。嘘つくんじゃないよ。ふざけんじゃねえよ、お前。お前、何でもありかよ。俺は信じてたんだよ。嘘なしにしようぜ、本当に。何でもあり、じゃあもうやってらんないよ、こっちは。いや、だから俺は。ね、キャバクラ行けって言ったら、それ嘘ついていいの？ダメでしょ？ダメよ、本当に。ね？言ってるっつってたじゃん、パチンコ。言ってないっつって、パチンコ。言ってるけど。言ってねえよ。本当に1000円だけ、1円パチンコに突っ込んで、もうリハビリよ、リハビリ。だから俺は、正直、パチンコに入って俺は自分が何をしてるのか全然わかんないっつってたじゃん。言ってないって、そんなの。一切言ってませんよ、パチンコなんて。だから、奥さんともみちゃんにバレるのが怖いから。パチンコなんて言ってませんから、本当に。これを聞かれると本当に怒られる。いや、本当に言ってないっつって、パチンコは。キャバクラの話してんだよ。お前、パチンコだってお前言ったことねえだろ。パチンコ行ったことねえ、人間がよ。パチンコ一回てめえに連れてかれてすぐ負けて、超つまんねえからもう二度と行かねえんだよ。その負けた人間がそんな、一回負けただけでやめるには。おめえは何回負けて借金700万円になってんだよ。行ってないっつう、俺はもうパチンコ。昔ねだからね、その負けてたのは。本当に。だからキャバクラ行くよっつってんだから。まあまあいいですよ。でもスケジュール合わせて行きますんでよろしくお願いします。はい。はい。あといよいよ今月。空気階段の大踊り場、はい、開催されますけれども、そうですね、11月28日ですね、はい、で先週ですね、うん、告知させていただいた通り、うん、サラリーマンじゃない人川柳のコーナーをその大踊り場でやることが決定してるんですけども、うん、はい、で、それに向けてですね、募集をした結果、うんうん、ものすごい良作がバンバン届きまして。あ、もう届いております。もう届いてるんですよ。ああ、ありがとうございます。で、先ほども見させていただいたところ、うん、これも到底本番では紹介しきれないなと。もういいのが多すぎて。いいのが多すぎて。はい。なんで、ちょっと早いんですけど、うん、ちょっと少しここで。ああ、先にやるの。先にもちょっと読ませてもらおうかなと。大体本番当日に読めなかったやつって後からやりそうな。もうでもそうだけど。もうね、すごいから、その、良質な作品がどんどん来るから。ありがとうございます。うん、なんで、まだ送ったことないとかね、うん、送ってない方は、こういうのだよって参考にしていただいて、はいはいはい、思いながら聞いていただいても、うん、はい。では、読ましてもらいます、はい、ラジオネーム、性犯罪者予備軍。デリヘルも、軽減税率あったらな。素晴らしいですよ。お手本のようなじゃない人川柳ですね、軽減税率。まあ確かにね。はい、まあ、だから、デリヘルっていうのはデリバリーで
いや、まあ、イベルとかもう外ですから、うん、これはだから、軽減税率適用されんじゃないのっていう、うん、8% なんじゃないのっていう、ね。言いといんじゃないよっていう。そう。そもそもこれでも、上がったんですかね、料金ね。デリヘル料金ね。どうなんですかね。まあ、ちょっとあんま言いすぎるとね。あれですから。何が何が何それ。あんまり業界のね、業界の闇の部分にちょっとあれだね。続きまして、ラジオネーム、ハトコは授乳中。借用書、ジャッカルしてきて、姫野くん。わかりますけどね。ジャッカルはしちゃダメなもんだから。やはり借金というものは、綺麗さっぱり返して、ノーサイドっていうことです。ノーサイド。うまい。ラストですね。ラジオネーム、論より証拠のダイダイス。タピオカが、パチンコ玉に見えちゃうの。ちょっと光ってるしね、あれ。なんか、このいろんな丸いものがもう、やっぱ見えちゃいますからね。その結果言っちゃったってことですね。そう。やっぱこう、ね、そうって。じゃ言っちゃったっていうのは、言ってはないけど、っていう、言ってはないですよ、本当に。ね。もしさ、うん、もし言ってたとしたら、うん、どういう感情で打ってんの、それは。パチンコ。もしパチンコに行って。行ってないっつうの俺は。もしの話だよ。もしお前がパチンコに。行ってないものわかんない。行ってたとしたら。もしあなたがね、うん、浮気をしてるとしますよ。どうしても俺これ返したいんだな、お前。いや違う違う。もしボケもやんないじゃん。じゃあもし浮気してたらね、あなたが。今。浮気してたら、どう思います？その浮気してる時の感情。もし浮気してたら、う本当に申し訳ない、ごめんなさいと思う。そういう気持ちでやってるってことね、じゃあ。うん、浮気をね、うん。うん。お前がもし、うん、1円パチンコ打ってたら、うん、どういう気持ちだと思う？いや、だから、俺もパチンコ行ってないし、うん、ね、うん。お前は浮気してるかもしんないけど。俺してないよ。俺は、パチンコ。俺してないからそんな否定してんだよ。いやいやいや。違うよ。お前はもう、お前はもう今すごいから、入れ食い状態で。もうお前何言ってもファン行っちゃうからお前本当にファンといいファン行っちゃうからさすぐ本当に見にくいよお前自分の自分の嘘を見抜かれて人に嘘をやすりつけるのおだから俺は知ってないっつってんのにお前が変に嘘ばっかさ言うからでしょうよ本当に言ってないんだからあでもそんなあなたにねメール来てますよ何ラジオネーム薄口42歳主婦の方です。なら。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。こんばんは。先週のかたまりさんのカラオケバー体験入店。はい。とっても良かったです。ありがとうございます。苦手なコールを子供みたいな叫び声で頑張って参加する様子や、いつもは強気なのに、怖い人の前だとビビってしまっている様子。キュンキュン。そして、ジュンジュン来ました。多分、あの後、ママに連絡して甘えたんだろうなそして何より体験入店が終わった後の感想ですモガート組んでよかったよいい人生だと思う人を楽しませてるし頑張ってるいつもはデブとか癖とか雑に扱うのにここぞというところで BL を出してくるところ顔ファンが求めてるものが分かっていますねまたいつか、かたまりさんが酔っ払った様子を聞きたいです。大反響らしいですよ。いや、でも頑張ったら頑張ったからね。今日、言われてやっぱりそのラジオ聞いてくれた、その芸人の仲間とかからも、本当にかたまりさん思ったより頑張ってましたっていうの、すごい。でもそういうのじゃないから、もう。かわいいみたいな。キュンキュンしてんだから、だって。で、じゅんじゅん来ちゃってるし。覚えてないから。せっかくなんでね、うん、その部分だけじゃあ一瞬だけちょっと聞いてみますか。お願いします。いいよ、いいよ。どうでした？働いてみて。本当にモグラと組んでよかった。なんか好きじゃない。本当にいいね、人生だと思う。なんか楽しませてるし、頑張ってる。どうでしょう、薄口さん。満足していただけましたでしょうか
違うんだよ。こんなつもりで行ったわけじゃないんだよ、俺カラオケ前に。まさかね、感想を聞いたら、俺の人生を肯定してくるとは思いませんでした。ということで、今週から、新コーナーを始めたいと思います。塊午前5時こちらのコーナーはですね、酒を飲みすぎて酔いつぶれてしまった午前5時、水川かたまりが言ってしまいそうな本音を募集するコーナーでございます。もしもしコータは？え？もしもしコータは？あ、終わりました。あ、でしょうね。もう本当に2ヶ月ぐらいやってなかったから。むずいんです。99点と100点なんで、むずいんです。むずいらしいですね、どうやら。あとうちの母親の方が強かったらしい。強かったっていうね。いろんな理由が、ね、なんかいろいろトラブルが起きなきゃ、別にあんちゃん遊ぼうやってればよかったし、その、もしもし翔太がやってればよかったな。まあ、いろいろあってね。まあ、終わってしまいましたけども。面白いコーナーだったね。ただ、塊午前5時は始まりました。はい。まあ、だからなかなか言えないこともね、だいたい午前5時ぐらいになって酔っ払ってくると言えちゃうもんですから。まあ、じゃあ、例えばですけども。塊、大丈夫か？うん。大丈夫。さ、俺の足の匂いって、ぶっちゃけどう思ってんの？うん。臭いよ。すごく臭い。でもさ、あれを嗅ぐと、どっかで安心してる自分がいるんだよ。臭いものっていろいろあるけど、もぐらの足はいい臭さだと思う。そっか、わかったよ。思ってねえよ。おめえマジで足が臭いんだよ。おめえ体も臭いしさ。まあまあ今はそう言っててもね。なんかすげえ臭かったんだよ今週も。お前がさ、なんか上裸でネタをやる時があって、すげえ接近した時に、なんでお前11月なのに臭いんだよ。なんでそんな上裸の俺に接近してくんだよ。ネタだからだよ。ちょっともうやめてよ、そういうなんか、BL みたいなの出すのさ。本当にだからお前が一番悪いからな。いや、俺何も悪くないよ、別に。知らないぞ。何も悪くないし、本当に。なんか意図しない方向に行ったとしても、俺は悪くないからな。いや、俺も悪く、俺でも何も悪くない。お前なんかその、なんか、茶化してるけど。何を？そういうのは。何そ、俺の思いもってこと？どういうこと？違う違う。何どういうこと？俺の思いじゃない。俺の思いも茶化すんじゃないよってこと？違う。真剣な。俺の思いを違うし、俺の真剣な思いをコーナーにすんじゃないよ、そんな、あと俺、なんでそんなバカみたいな喋り方なの？外でうんちしちゃういつの喋り方なの？いや、すごかったじゃないですか、もう。だってフレーム、なるよ、俺は。信じらんないような透明の酒を飲まされたんだよ。本当に。まだ、もう一つサンプルありますんで。じゃあもう紹介させてもらいます。塊、大丈夫か？うん。大丈夫。そんな喋り方じゃないんだよ。さ、東京オリンピックのマラソンが北海道になりそうだけど、ぶっちゃけどう思ってんの？うん。酔ってるやつに聞くなら。それは、正直どっちでもよくて、それよりも俺は結局のところ、小池百合子さんってすごくエロいと思うんだよ。だから、俺は小池百合子さんに食べられたいし、もし小池さんとできたら、それはすごくいい人生だと思う。そっか、分かったよ。なんでお前は分かるんだよ、それで。なんでお前納得すんのよ。本音ですからね。本音じゃない。小池百合子さんは嫌ですよ。というわけで、まあ、こんな感じで送ってください。宛先は、踊り場アットマーク tbs.co.jp までお願いしまーす。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。私もぐらはベルトを買うお金がないので、ガムテープを腰に巻いてベルト代わりにしています。ウェイウェイ。マイナビラフターナイト、空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。はい。
まあ、なんか、今週ね、全体を通して、はい、なんか俺がパチンコ行った感じになっちゃってるけど、行ってないですからね、本当に。それだけちょっと最後にこう言わせていただいて。はい。で、まあ、行ってない、行ってないんだね。行ってないですから。で、もしさ、行ってたとしたら、行ってないって言ったもん。知らないもし、行ってないんだから。行ってないんだよね。いや、だって、これで俺が知らないの言って何がさ、何が面白いの。じゃあ、あなた、下着泥棒したことあります？ないですよ。ないでしょ、うん、下着泥棒じゃもししたら、うん、どういう気持ちだと思う？うわ、でもやっぱり持ち帰って興奮しちゃうけど、これは悪いことしてるなっていう、そのなんか罪悪感とその興奮のせめぎ合いだと思う。で、終わりじゃん。何の面白さもないじゃん。そう、俺は下着泥棒してないから俺もしてないから、だから言ったところで別に何の面白くない。それところかどこかお前が言ったら面白いんだよ。それがおかしいだろ、お前、俺がやってるみたいなこと言いやがって。ふざけんないよ、ほんとに。改めてのお知らせ。言わなそうなんてって。言わなそうなんでね。知らないよ、ほんとに。知らない。じゃあ、分かった、じゃあ知らないということを言っとくから。お前がここまで言うんだったら俺はもう知らない。こっから先どんなラジオになっても知らないからな。それだけ言っとくからな、お前。覚悟しとけよ、お前。どんなラジオになろうと、俺が何を言おうと、もう知らない、俺は。本当に言ってないのに、こんなに言ったって言うんだったら、知らんぞ、お前。知らんぞ。やめてくれ、サラリーマンじゃない人みたいな口調になってるから。台湾に行け、お前は。知らんぞ。本当に。まあね、改めてのお知らせになるんですけれども、11月29日金曜日開催の踊り場ネタライブ R、 僕たちが尊敬している先輩のね、東京ダイナマイトさんにお越しいただいて行うね、ツーマンライブでございまして、はい、赤坂の草月ホールで午後6時30分開場、7時開演となっております。チケットピアの先行申し込みが、11月4日月曜日夜11時59分までとなっておりますので、こちらどうかお忘れなくよろしくお願いします、はい、抽選発表が、6日の水曜日、うん、で一般発売開始が9日の土曜日となっております。はい、ぜひぜひたくさんの皆さんお待ちしております。はい、お願いします。この後1時からは金曜ジャンクバナナマンさんのバナナムーンゴールドです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さよなら。ニンニンドロン。かたまり、下北のキャバクラってどう思う？すごくいい穴場だと思う。